ゆかりさんですよ。雑貨屋に来て新しいレシピの本を買います。これで初めてのお菓子作りということで小麦粉と蜂蜜のレシピがわかるようです。残念ながらこちらは料理ではなく錬金術だけどな。しかし本当にお菓子とか作れたりするのかな。よし、家に帰って早速作ってみましょう。まずは蜂蜜から作りました。甘くて美味しそうだね。と言ってもこの蜂蜜は別の錬金術の素材みたいです。悪くないんじゃないかな。レベルアップ。新しいものを作ると錬金レベルがどんどん上がっていきますが、それから小麦粉も作成。これも他の錬金術の素材になるアイテムです。小麦粉からパンを作ろうぜ。できた、バッチリ。それじゃあまたストーリーを進めましょうね。アンペルさんたちの住む場所に行きます。こんにちは。レント？もう少し優しく手当てし、痛っ！やかましい。おとなしくしていろ。その髪の毛の部分動くの？レント、その毛がどうしたの？まさかリラさんに挑戦を？そんな命知らずな真似ができるか？いきなり傷だらけで転がり込んできた。訳を聞いても何も言わん。ボスたちじゃないよね。今さらあいつらにやられるかよ。相手は親父だよ。あ、親父。親子喧嘩にしては随分容赦がないな。骨折していてもおかしくないほどの打撃だぞ。元傭兵だからな、腕っぷしだけは強いんだ。ま、今はただのゴロつきだけどな。また殴られたんだ。いい加減村の人に相談した方がいいんじゃ。相談したところで何も変わりゃしないよ。誰も彼も煙たがって遠巻きに見てるだけさ。つまり傭兵崩れのならず者か。そういうこと。どこに行っても鼻つまみ者の乱暴者。故郷のこの島に帰っても同じで、母ちゃんも逃げちまった。レント、あんな奴の息子だからってんで俺までみんなに。いて、な、何すんだよリラさん。私は愚痴に付き合うつもりはない。だよな、ごめん。だから解決策だけを言ってやる。親父よりも強くなれ。それだけで全てが変わる。そうだな。あ、そうする。絶対に。ありがとう、リラさん。感謝されるほどの助言ではなかったはずだ。あとはライザ、お前が手当てしてやれ。これも訓練だ。うん、じゃあリラさんの代わりに私がやるか。レントだし傷薬あればいいでしょ。この差だよ。でも傷薬があるなら助かるな。頼んじゃってもいいか。じゃあすぐに傷薬作ってリラさんのところに持ってくるよ。待ってて。力こそパワー、実力でねじ伏せてやるのだ。実力でねじ伏せるタイプの人間は私好きよ。動画投稿だって実力でねじ伏せたいなとか思ってます。自分が自慢できるのは投稿ペースぐらいだけど。よし、ではレントのために傷薬を持ってきますか。多分こないだおばあちゃんのために作った施しの軟膏でいいよね。施しの軟膏のレシピは、うわ、材料がないじゃないか。苦い根っこってどこでどうやって手に入れるんだっけ。とにかくこれを探さなきゃいけないな。港の雑貨屋とかで売ってたりしないだろうか。何？お、あるじゃーん。というか結構いろんな素材が、しかも今取れるより品質の良い素材が売ってあるんだね。いろいろとここに材料を買いに来てもいいかもしれないな。よし、苦い根っこを変えたので軟膏作りに戻ります。まずは油脂性基剤として白色ワセリンを加えて、それからプロピレングリコールとソルビタンセスキオレイン酸エステル、そして有効成分として黒ベタソールプロピオン酸エステルを。おっと、失礼いたしました。デルモベート軟膏の作り方でした。じゃーん、こんな感じかな。できました、お手製の軟膏です。
これでどんな怪我も痛みもすっきり治っちゃうね。ではこちらをリラさんのところに持っていきましょう。これこ傷薬を持ってきたようだな。レント、これを使え。やれやれ、助かったぜ。ありがてえ。大して強い薬でもないと思うけど、そんな大怪我でもないだろうし、なんとかなるんじゃないかな。しかし、傷薬を持ってくると言ってすぐに調合をするようになるあたり、錬金術師っぽくなってきたな。そうかな。まったくだ、頼りになるぜ。そうか、それならちょっとくらい自慢しちゃってもいいかな。でもこんな話できるのはレントとタオ以外だとクラウディアくらいか。ということで、錬金術についての自慢をクラウディアにしに行くことに。クラウディアのお家まで行きましょうか。クラウディアは錬金術について興味を示してくれるかな。やっほー、クラウディア、遊びに来たよ。いらっしゃい、イライザ。お茶とお菓子用意してあるよ。本当？ありがとう。って今日はそれ目当てで来たんだよね。さあどうぞ召し上がれ。お、ムービーではなく 2D イラストか。クラウディアンチのお茶とお菓子って本当美味しいね。そう？お茶はいい派かもしれないけど、このクッキーは私が焼いたんだよ。へえ、すごいな。私そういうの全然ダメでさ、クラウディアのこと尊敬しちゃうよ。私よりライザたちの方がずっとすごいよ。あれからもみんな頑張ってるんでしょ。まあね、レントもタオもそれぞれ理由があるからがむしゃらに突っ走ってるよ。ライザも錬金術を？うん、だんだん調合のコツが分かってきた気がしてさ、もうどっぷりハマっちゃってる。へえ。最初の時はレントとタオにも来てもらってるけど、遠出するのもすっかり慣れてきたみたい。いいな。ん？私もみんなと冒険に行ってみたい。そうだね。私たちがクラウディアを守れるくらい強くなったら、クラウディアのお父さんに相談してみようか。本当？ありがとう。約束だよ、ライザ。うん、約束ね。おやおや、クラウディアちゃんが仲間になるパターンですか。まさかの一緒に冒険についていきたいとな。きっとクラウディアちゃんは優秀なサポート役だと思うんだよな。でもクラウディアちゃんと一緒に冒険できたら楽しそうだ。よし、とりあえずお家に帰りましょうね。またお母さんに怒られるのだ。ライザー、お客様よ。バレンツのお嬢さん。はーい、上がってもらって。お母さん、クラウディアにだけ態度が違うんだよね。失礼します。こんにちは、ライザ。いらっしゃい、クラウディア。本当に何にもないけど、ゆっくりしていって。ありがとう。今は一人？うん、レントもタオも用事があるみたい。あ、それフルートの、どうしたの？実は、その、みんなの、勇気、で、え、何？ごめん、ちょっと深呼吸するね。あ？よし。え、何？どういうこと？ライザ一人が相手なら勇気を出せると思って聞いてほしいの。その私のフルート。フルート弾く？あ、聞かせてくれるの？私に？みんなが頑張ってるって聞いて私も考えたの。うん、違う、羨ましくなったのかも。クラウディア、どうかな？いいよ、もちろん大歓迎。
あ、でも私音楽とかそういう教養っぽいのわからないけど。そんなこと関係ないよ。ただ聞いてくれるだけでいいの。わかった。それじゃあよろしくお願いします。クラウディアのフルートが聞けるぞ。はい、行きます。音楽のことはわからないけど、綺麗な音。どうもありがとうございました。うまいやんけ。すごくすごく綺麗な音だった、クラウディア。なんていうか、とにかくすごく綺麗。ありがとう。私もすごくすごく嬉しい、ライザ。勇気を出してよかった。それじゃあ私戻るね。今日はフルートを聞いてもらうためだけに来たから。うん、また聞かせてね。そんなに照れなくていいのに。てっきりしずかちゃんのバイオリン的なのを想像していたんですが、めっちゃうまいパターンだったね。それでこのムービーはなんだ？すごい不穏なことが始まりそうなムービーだけど。なんだ？これはヤバいボスとか出てくるパターンのやつだな。なんか奥の方になんかいる。おお、これは強そうな魔物だ。背中になんか宝石みたいなの背負ってる。これは倒したら希少価値のある素材が手に入りそうだぞ。ライザ、いい加減農作業手伝ってちょうだい。だから今は錬金術の研究で手が離せないって言ってるでしょ。またそれかい。わけわかんないものに熱あげて農作業をおろそかにするなんて母さん許さないからね。わけわかんないものって何よ。変な道具使って変なこと始めたって方々で噂になってるわよ。まったく。なんでそこで全くなんて感想になんのさ。言うならすごいわねでしょ。いつも見たくレントやタオと遊ぶだけならまだしも、今度はバレンツのお嬢さんまで巻き込んで。何よ、お母さんは何にも知らないくせに。錬金術は遊びなんかじゃない。あ、ライザ、本当にしょうのない子だよ。錬金術のことを変とか遊びとかお母さんがさ、みんなもひどいと思わない。いろいろ頑張ってるつもりだったけど、ミオさんだけじゃないな。村の連中の認識もその程度なんだろう。島にこもりっきりな大人たちの頭の固さは筋金入りってことだよ。まあ分かってたけどさ。新しいことは何でもうさんくさく感じるわけだ。新しい商売を始めるモイッツさんがマジに見えるぜ。とにかくこんなガミガミ言われる環境じゃ調合に集中できないわけ。そこで私に一つとんでもなく素晴らしい名案があるのです。名案？なんだそれは。はいはい、伺いましょうか。錬金術師の何なんでしょうかね、その名案ってのは。その反応後悔させてあげるわ。名案とは私たちだけの秘密の隠れ家を作るよ。なんだって。なるほど、出入りするだけでガミガミ言われる実家の屋根裏から本拠地を移しちゃうわけか。本当に名案じゃねえか、驚いたぜ。何よその褒め方。
すごく素敵な案だと思うよ、ライザ。私たちの隠れ家だもんね。そう、私たちだけのね。でもアンペルさんとリラさんには教えときたいかも。まあ、あの二人も仲間みたいなもんだしな。それで、隠れ家を作る場所に心当たりはあるのか？もちろん、小妖精の森にある広場がいいと思うんだ。あそこなら魔物も入ってこないし。タイガン、でも村の人にはまず見つからないね。湖に面してて土台もある。これは確かに明暗かも。でしょ？もっと私を褒めなさい。すごいよライザー、自分たちだけで家を建てるなんて、そんな難しそうなこと私じゃ絶対に思いつけないし。うんうん、私はすごくて発想も。家を建てる？おい、ライザー、そういえば隠れ家って家が必要だったかな？かな？じゃねえ。ったく、気分だけでも盛り上がった俺らがバカみたいじゃねえか。そこはそれ、錬金術でパパーッと立てるってわけにはいかない。なんで僕らに聞くのさ。錬金術師はライザでしょ。アンペルさんに相談してみたらどうかな。何かヒントをくれるかも。そうだね。うん、そうしよう。ということで、新しい隠れ家を作るためにアンペルさんに話を聞きに行くことになりました。というかそれ実質的に家出ってことよな。だって別の場所に本拠地を作ったらもう家に帰ってくる気がしないもん。それではそんなところで今回はここまでです。ではでは、 See you.